やる気、元気、玉木、霊感タロットの玉木のズバッと時事ネタトークです。こんにちは。今日のお題は、じゃん、ジャニーズネタです。嵐の二宮くんと伊藤彩子さんの結婚についてです。はい。2020年元日の親族だけの挙式をキャンセルしたっていう記事を読みまして、これがですね、原因が、二宮くんの家族が、嵐の最終の年に挙式をするのは違うんじゃないかって言ったとか言わないかったとか。でも、二宮くんは彼女に早く結婚式を挙げさせたいっていう気持ちがあったりしたとかなんとか。よくわかんないですけど、うん。その辺の今の二人の気持ちとか、全体的な二人の今年の運勢っていうのを見てみたいと思います。はい。まずね、カバダス秘術見たら二人とも本質が8なんですよ。8って二人とも王様タイプなんで、8と8結婚すると家に王様二人いることなので、結構ぶつかり合うんですね。まあ、それがまず心配。8っていうのは成功と権力の数、駆け抜けていく戦士タイプ。資質は白黒はっきりつけたいタイプであり、不思議と周りが白黒に分かれちまう資質を持っています。ピンチに陥った時、今まで助けてきた人に助けられる運命を背負っています。とてもパワフルで胸にある理想を現実にしていく力がある、あります。性格、個性的、負けず嫌い、好き嫌いがはっきりしているため、他人と協調していくのが難しいです。ですが、そのパワーゆえに他人が合わせてくれることが多いようです。何事にも情熱を傾けられる強さを持つ人ですから、慕われることもが多いでしょう。ただ、それらに縛られることは嫌うようです。恋愛、非常に情熱的です。この人をと決めたら、不倫だろうが、略奪愛だろうが、突き進みます。押して押して押して情熱的に迫ります。冷めづらいのも特徴。釣った魚に適度に餌を与えて、可愛がるタイプだと思います。はい。熱くて親分タイプなんです。8は。で、二人ともそれなので、ぶつからないかは心配。うん。まずは、今の二人のね、気持ち、お互いがどう思ってるのか、この結婚とか今の状況に対してっていうのを占いたいと思います。手前が二宮くんで、上が彩子さん。はい、ズバッと出ました。あまりよろしくないカードが並びましたね。過去は、過去に、彩子さんの方がすっごい我慢してるんですよ。自己犠牲。自分を犠牲にして、すごい耐えてたみたい。で、二宮くんの方も過去に何かが停止してるんですね。二人の関係が。なんかあったんですかね。これ?挙式のキャンセルのこと?そうね。背景が希望だから、希望に、なんかキラキラした、希望を持ってたことがなんかダメになっちゃった。だから、挙式楽しみにしてたんじゃないかな。それがダメになっちゃって、二人とも我慢したり、うん、きついみたい。で、今、彩子さんの方がね、タワーの崩壊が出ちゃってて、精神的に大丈夫ですかね。これはやばいよ。これが出ると。今の彩子さんの気持ちが心配です。ぶっ壊れてないか。はい。二宮くんの方も、二宮くんの方の現在も力の逆なので、これ奥さんの方が強いのかな?奥さんの方が威張ってて負けてるのか、意地の張り合いをしているとか、ちょっと二宮くんの方も参ってるっぽいですね、今。大丈夫であるか。そして将来も不安ですよ。将来、近い将来の彩子さんが恋人の逆なので、これがね、結婚に出るとね、他に目が行ってしまうとかね。どうも家庭に目が行かないとか。で、近い将来の二宮くんの方も、なんか精神的にすっごい不安定なことが背景にあって、悪魔のカード。悪魔が結婚に出ると、束縛し合って精神的な構成を重んじない。惰性的なカップル。あまりよろしくない感じが、この一年くらいの二人の気持ちですね。なんか落ち着かないですね。やっぱり嵐イラストイヤーだから、
そしてオリンピックもね、多分嵐とか関わるでしょうからね。それも落ち着かないですよね、そわそわしてね。どうなるんだろうっていう。で、二人の縁の深さっていうのがグーシャなんですよ。これが結婚に出ると、お互いの趣味とか仕事を束縛しない、なんか自由で、飛んでるカップルみたいな、そんな感じなので、そうね。縁としては良さそうね。芸能活動をやる、カップルとしてはなんか良さそうなカードが出ています。じゃあ、全体的な二人の今年の運勢、二人まとめた結婚生活の運勢っていうのを選びます。はい、占います。はい、ズバッと出ました。やっぱり過去に自己犠牲が出るんですよ。さっきの彩子さんの過去のところに出たのと同じ。そして現在のところに運命の輪の逆。なんかタイミングが合わない、チャンスがないみたいな感じで。周りはね、祝福してますね。周囲は。家族とか。完成ワールドのカードで。で、本人たちの可能性としても、ラブラブな夫婦になる可能性を持ってるんだけど、今年の最終結論が、ジャッジメントの逆なので、なんかね、真実を見失うとか、偽りの結婚？それはないな。結婚してすぐに愛が壊れる。考え方や生き方が意固地。過去の欠点ばかりにこだわる。引き離される二人。萎縮する。どうもこれが結婚に出るとよろしくない。今年2020年ラストくらいはどうも結婚生活がぎしくしゃくしていそうです。そしてですね、注意点のところにタワー、また崩壊が出てるんです。未来のところに出ましたよね、崩壊。今のところに出たんだっけ？別れに注意です、離婚。こんな結婚してすぐ離婚したジャニーズいる？いないよね。突然の別れが可能性としてなきにしもあらずなので、別れないように注意してくださいって私が言ってどうにもならないんだけど、それが注意点です。そんな、ちょっと不穏な感じに終わっちゃったけど、大丈夫ですか？はい。どうにか円満な家庭でありますように、嵐もラストの年どうかね、活躍して良い姿をいろいろ見せてください。はい、応援してます。では、バイバーイ。